まあ、個人的には高校生以来なので早くグラウンドの感触とこういった難しいアウェーの状況でも自分たちらしく3月から始まったハリウッドジャパンとして監督の求めるサッカーを最初から最後まで全うできればなと思ってますので、もちろん結果のところは重要視されると思いますけども、自分たちがやってきたこと全ての集大成としていいゲームできればなと思ってます。まあ、個人的にも毎回呼んでもらえる中でですね、しっかりと自分の席は守らないといけないですし、中でもそこでチームの中で競争意識が芽生えることでチーム力も上がってきますし、また新たなライバルだったり下からの突き上げがあると思いますので、全員で切磋琢磨し合ってですね、日本代表、日本サッカーのレベル上げていければいいかなと思っています。数多くのアウェーの難しさだったり環境の難しさ、そしてホテル、グランド、レフリーとね、いろいろ問題がある中でもしっかりと自分たちは、結果を出すためにここに来たと思いますし、どんな状況でもいい内容で、そしていい結果で年内終われるように頑張りたいと思います。